辻本光丸12月4日から1940年4月24日は日本の応用科学者スクアレンを発見したことで知られている東京の生まれ第一高等学校卒業後東京帝国大学に入学し応用科学を学んだ卒業後に農商務省付属の東京工業試験所に入り主に生物に含まれる油脂成分専門の研究助手となる 後に義士に就任し1915年から1930年の体官まで同志研所の第二部長となり多くの生物における油脂科学研究や調査を行った。特にフジクジラ、カラスザメ、カスミザメ等サメを中心に油脂成分の研究に没頭したことによりスクアレンと呼ばれる新しい化学成分を発見、命名したことで名を馳せた。また、魚類に多く含まれる DHA の元となったクルパノドン酸を発見したことでも知られている。応用科学以外にも試験所に勤務中に全国各地を登山したことや日本産学会の創設者として知られ赤石山脈に所在する法王さんに発見した新しい植物を調査し、その中から気境化の植物法王社人を命名したことでも知られた。その他にも工学博士を取得している。 ありがとうございます。